江東区議会議員の二瓶文隆でございます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。市議会議員の若林修です。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。暑いですね。暑いですね。お名前お願いします。神奈川県会議員小島健一です。元杉並区議会議員の松浦です。今日暑いです。今日よろしくお願いします。息子さんです。お願いします。お名前お願いします。杉並区議会議員の松浦武明です。豊島区選手の東京都議会議員の小橋弘孝です。ちょっとお顔を一緒に持っていきます。今日もですね、この8月15日、やはり日本人であれば忘れてはならない日、さっきの対戦でですね、日本、我が国、そして愛する郷土を守るために、守られるために、懺悔されていた英霊にですね、誠の心からの愛との誠を捧げたいと思ってやってまいりました。よろしくお願いします。横浜市会の新宿課長です。暑いですね。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんから託されてまいりましたので、地元の皆さんの声を一緒に届けたいと思います。はい、おはようございます。おはようございます。お名前と所属をお願いします。はい、小林恵美、杉並区議会議員2期目を務めております。皆様、今の日本があるのは英霊のおかげですので、しっかり本日、参拝をいたしましょう。遠方にいらっしゃる方は、遠くからでもいいので英霊に祈りを捧げていただけたらと思います。今日は暑いですけど、はい、よろしくお願いします。9打者お願いします。どっから？お名前お願いします。はい、山本照美です。元三方区議会議員です。よろしくお願いします。お名前お願いします。はい、中野区議会議員の吉田浩一郎です。今日暑いですけど、頑張りましょう。頑張りましょう。ね、連日暑いですけど、はい、皆さん気をつけて、ね、守る心はいつもと変わらず頑張りましょう。爽やかな相変わらず。ありがとうございました。中野区議会議員の内野大三郎です。ありがとうございます。今日は暑いですけど、頑張って歩きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。靖国神社に参拝する地方議員の会で、靖国神社に来ております。はい、私の方でも撮らせてください。撮ります。後ろの方顔出してください。撮ります。もう一枚、もう一枚いきます。おはようございます。衆議院議員の長尾隆です。8月15日、もうコロナの情勢なのにも今日はもう朝6時ぐらいからもう大勢の方々が参拝にお越しいらっしゃいます。やっぱこんな時にもね、英霊の気持ちを忘れないという日本人の魂の強さだと思ってます。今日は心穏やかに英霊とこう会話をしながら、本当に今の令和の時代を喜んでくださっているか、あるいはお叱りを受けているか、そんな一日にしたいと思っております。どうもありがとうございます。